サンフランシスコ州立大学は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ市、レイクマーセド地区に本部を置く、アメリカ合衆国の公立大学である。1899年に設置された、23あるカリフォルニア州立大学機構の支部、1899年に創立、レイクマーセド地区にメインキャンパス、ダウンタウンにビジネススクールキャンパスを構える。 学部においては112分野、大学院では96分野のコースと、カリフォルニア大学バークレー校、カリフォルニア大学サンフランシスコ校と共同となる4つのコースを提供している。現在、全米各州、世界106カ国から約3万人の生徒を抱える。留学生比率が他校に比べて高いのが特徴。プリンストンレビューによる全米ビジネススクールランキングでは、 同校経営大学院が Great Opportunity for m i n o r i t y Students 部門で3位に位置づけられている。エンターテインメントウィーク誌による全米シネマスクールランキングでは2000年に同校映画学部がトップ大学の一つに選ばれており、卒業生の多くがタイタニック、ロード・オブ・ザ・リングなどの作品に関わっている。広告などの映像クリエイティブ分野での各方面に活躍している。 卒業生も多い。さらに卒業生の中から17年連続でアカデミー賞に少なくともノミネートされている。テッスル大学院はその分野において全米で最も優れたプログラムであるとして頻繁に取り上げられている。また、国際関係学科 IR はアメリカでの学問発祥の地として知られ、全米で初めて同学問で学科ができたことで有名だ。 明治学院大学国際学部との間でダブルディグリープログラム協定を締結している。約4.5年から5年で双方の学士を取得することができる。カッコ内は主な作品。ありがとうございます。